それでは、集めてくれてるのでそろそろ始めましょうか。あ、それからプリントは畑先生か桑田先生に刷ってもらって、2階の骨の標本になる前に置いてもらうように頼んであるので、そこに行ってもらってください。じゃあ、1回目の対面授業を始めます。第1回は、総論で法律とは何かという、まあ、法の基礎知識ですで、問題の答え合わせからいきましょうか。方言というのは実際には裁判官が、判決を出すという時に、その自分の法の判決の根拠になる、よりどころとなるもののグループになります。だから、法の源で、その意味をよく考えれば、分かると思います。カスタマリーローというのは名の通り、慣習法ですね。カスタム、ソースオブローというのがその通りで、法律のソースですから、元資源、源というので、方言は、2番です。英語の意味が分かればですね、ほぼ直訳なので、スタチューですね、スタチュトリーロー、これが、制定法になります。からナチュラルローが自然法、ケースローが、判例法です。判例に基づいた法、覚えておいてください。アドバンスドで公衆衛生に行くと、日本語と英語と両方で、法文を解釈するという実習が、演習が入ってくるので、なかなか、日本語の法律用語が割合独特なので、そこから、英語を想像するというのは割合難しいところがあります。明治の頃に、法律を作るときに法学者行政官が、日常に使わない言葉を法律用語にしてしまったので、まあ、医学もそうですけど、本来の例えばドイツ語の、ドイツの医学用語は日常用語ですし、英語もそうですから、彼らが医学とかそういうのを理解するのはそんなに難しいことではないんですけど日本は、なぜか、独特に各専門は専門分野の日常で使わない、日本語を当てたもんだから、学生や教える方もそうですけど、苦労するということになります。次、地方自治体が制定する法律は、あるいは規律は何かと、まあ手を挙げさせなくてもいいですね。憲法は日本の、法の中では最もトップ、一番基本になる、あるいは、ハイアラーキーというかヒエラルキーで書けば、一番トップに来る、法です。まあ、従って下位に来る法は、憲法を、憲法の解釈に従って、作っていかなければならない。憲法を超えることは通常できません。で、次に、立法府、国会で作るのが法律ですで、ここで法律の法が決まると、必要に応じて、閣議から行政に入っていくんですけれども、閣議で決定されるのが政令、さらに省庁に降りていって、決まってくるのが、省令です、そしてそれが、交付されて、基準となり、地方に降りていって、地方自治体が、さらに各自治体に合わせて具体的に決めてくるのが、条例と
ということなので、地方自治体が制定する規律は、条例になります。3番です。で、あとの質問にも何度もあって、私もここに来て君らが3回、4回目か、私も正直言って法律をそんな真面目に習ったわけじゃないし、大学に入ってからの教養の法学はかなりサボっていたので、自分で教えることになって初めて勉強し始めたんですけど、法律っていうのは通常、人々のなんか活動とか行動を制限してですね、なんとなく性悪説に基づいて悪いことをするやつを取り締まるためのもののように感じますけど、これは大きな間違いです。後でこの法とは何かっていうのを見ていけば分かりますけれども、法というのは人間が人間社会を作った後、その社会を維持するために、守ろう、維持するためのルールとして、互いに了解をして生きていこうという、趣旨で作られ始めたものであるべきであるし、そうだと思います。ここにソクラテスが、悪法といえども法であると言って毒杯を飲んで死ぬところの場面なんですけれども、こういうふうに法がなってきたこと自身がやはりどっかおかしかったんだと思うんですね。よく考えてみると法を作るのは立法府です。国会なんか見てると、政治的駆け引きを野党と与党でくだらんことをずっとやってるのが国会みたいに見えますけれども、本来の国会の役割は立法府ですから、法を作るところです。しかし立法府で法を作る人を誰がどうやって選ぶかというふうに考えると、これは国民です。だからよく考えてみると、法律というのは基本的には国民が作っているんです。どっかから何か降りてきてですね、天の声みたいに守らなければならないものという印象が強いですけど、よくよく考えてみると、法というのは国民の選んだ代表が国会という場で立法をするというのが基本のルールです。したがって法を作るのは我々であるというふうに考えなければいけない。我々が生きていくために最も適正な方法を選んで作っていくというのが法であり立法府であって、それを実行するのが行政です。でそれに基づいていろいろと、裁くところ、法を司るところが司法で裁判所というふうに役割ができているんで、法をよくよく考えている見るとですね、なんか変えられないもので上から与えられたもので、それをコンプライアンスとして遵守しなければならないというふうに捉えるけれども、私3年間教えてきて、法は決してそういうものではない。根本にあるのは自分たちが作り、自分たちが道理として考えるものを基準に置こうと。だからこの方言で一番わからない、文章に書いてある成文法で決着がつかなくてですね、それ過去の似た事例の判例で答えが出られなくて、仕方がないので、皆が使っている慣習に基づいてやろうとしても答えが出ないときは、条理に従えと書いてあって、これが全くわからないとみんな言うんですけど、その通りで法の解釈が違うからそういう問題が起こるので、条理に従えというのは道理に従えということです。しかしその道理というのは、一定不変のものではないですね。その時の時代、その時の社会構成、その時の文化、その時のいろいろなものを受けて、一般的な道理としてやっているもので、時とともに変わるので、法というのは変わるものであると、あるいは作れるものであると。そしてそれは自分たちのためにやることであるということを、本当は法学の一番最初に教えなきゃいけないんじゃないかというのが、ここ3年間、
十一字法を教えてきて悟ったことです。話が横にすれたけど、まあ、対面授業はそれでいいだろうと。観光が人々によって法的拘束力があるものと意識されている状況を何というか、まあ、これは専門用語で、ここにある言葉は本当はどれもみんな合ってるような気がするんですね。私が作った言葉ですけど、法的同意、いいんじゃないですかね。そのコンセンサスを取るという状況になっていると。答えは法的確信です。これは、法律用語の専門用語なので、こういう状況を法的確信というというふうに定義されたんで、法的周知であっても法的認知であっても法的常識であっても本当は悪いことではないんですけど、これは仕方がない専門用語として獣医でもよくあることですけれども、覚えておいてください。慣習が、あるいは観光が観光として、一般に認められて、まあ、ある種常識となって、そこから外れた時にはある種拘束力を持つだろうという状況になったものを、法的確信というと。なんでこんな面倒くさいことを言うかというとですね、成文法に書いてあれば解釈するのは非常に簡単なので、そこから、演繹的に答えを出していけばいいんですけど、後で出てくる国際法みたいにですね、たくさんの文化を持ったいろいろな種類の人種の国々が集まって、例えば条約とかですね、国際法を作っていこうという時にはなかなか議論してもいくつものダブルスタンダード、トリプルスタンダードがあって、そう簡単には決まっていかないです。そういう時にこの慣行に従って条約を作っていこうとかっていうことが多くて、その時にその根拠はといった時に、その法的確信に近いレベルまで出てきている、あるいは成り立っている慣行であるからということを、まあ、根拠に置くというので、この法的確信という言葉があります。それからこれはまあ図なんですけど、法は情熱から解き放たれた条理であると。これ日本語で言うとすごい格調が高くてですね、なんかこう哲学的な、まあアリストテレスですから哲学的であってもいいんですけど、日本語で言うとすごいこう崇高な感じですけど、彼自身が言っているのは、law、法律というのはですね、パッションではなくて、リーゾンであると。そういうふうに言うなら、情熱ではなくて、あるいは情感ではなくて、情で行くものではなくて理で行くものであるということを、まあ、説いた。それが日本語に訳されると、法律用語では法は情熱から解き放された条理であるという言葉になるので、なんとなくこう難しいことですけど、アリストテレス自身はそんなに七面倒くさい哲学を言ったつもりではなくて、彼の考えた常識を述べたものではないだろうかと。ルールは、パッションではないと、エモーションではないと、リーズンであるというふうに彼は、看破したわけです。まあ、ピタゴラスはいいですよね。直角三角形の時によく出てくる理学者、数学者。ケルススはそのうち出てきます。狂犬病のところでも出てくるし、毒性学のパラケルススの元になる、ローマの、超天才、軍事から政治から自然科学から、特に有名なのは医学論を書いた万能の人です。まあ、プラトン、アリストテレスは、師匠がプラトン、弟子がアリストテレス。まあ、どちらかというとアリストテレスは実学、まあ、法律で言うならプラトンが説いた方はどちらかというと自然法に近くて、アリストテレスが説いた方は実定法と。まあ、したがって彼はその法は情熱から解き放たれた条理であるという言葉を残しています。ソクラテスは、先ほど説明しました、不分法に入らないもの、
要するに不文法に入らないものというのは成文法ですね。文章に書かれたものですから、2番が正解です。先ほど言ったように条理、判例、自然法、慣習法というのは特に成文化して文章として制定しているものではないという、まあ、慣習法はそうだろうと思う、自然法もそうですけど、まあ、判例法というのは、まあ、実際には判例として、データベースとして裁判所にあるいは国会図書館にも残っているのかもしれませんけど、まあ、法律みたいにそれをまとめて成文化してこうであるというふうには書かれていないという意味です。公法に入らないもの、法律は後で言うように大きく公法と私法と2種類に分かれます。で、司法というのは、個人と個人が、争うというか、裁判になるもので、個人と国あるいは個人と、そういう機関の関係で、起きてくる訴訟事件は、公法が処理することになるので、公法に入らないものっていうのは司法で、民法と商法ですね。だからこれは5番が該当して、行政法、自治体法、憲法、刑法は全て公法です。公法と私法の違いは、今言ったように、その、司法になったとき、同じ司じゃないですね、裁判になったとき、個人が訴え、原告になり、個人が被告になるという訴訟が、民事訴訟です。民法の方の形になります。で、まあ、警察とかですね、国家が、個人に対して、まあ、刑罰を含めて裁判を起こすという時が、公法の縛りになります。後で、任意か強制かという問題で、公法のほとんどは強制規範になるという、それは、国とか政府機関あるいは公的な機関が、個人を訴える場合の時にはあまり例外措置がなくて、あまり情状酌量の余地というか、余分な解釈がなくて、法律同時に強制的に行われると、まあ、それに対して民法は結構解釈の自由があってですね、そのケースケースで、必ずしも法律の条文通りには扱わなくてもいいという、民意執行という刑があるので、そこで公法と私法にはかなり違いが出てきます。他人、これは質問がたくさん多かったんで、取り出しておきました。これは獣医にもかなり関係します。他人のペットを傷つけたり、死亡させたり、逃がしたりする場合に受ける刑罰はっていう、これは覚えとかないと解けません。器物損壊罪だと思う人はちょっと手を挙げてみてくれます。ああ、どっかで習ったかね。習いました？日本の法律は、まあ、基本的にはドイツからが多く入れてありますけれども、そうですね、多分そうだ、愛護と管理の法か動物福祉かで習ったと思うんですけれど、その人と動物というのは、まあ、キリスト教の時には、我々の倫理論と違って縦社会なので、神様がいて、神様になぞらえて人を作って、人に、人以外の、全ての生き物をを支配する権利を契約して持たせたという、こう縦社会になっているので、法律解釈とすれば、まあカントの純粋理性批判もあるし、デカルトのも、機械論がありますけど、彼らの基本考えは神と人とその他、やはりすでに神と人と物という、3つのカテゴリーしかないんですね。まあ、したがって人以外の生き物は物になります。
したがって一番のこの、器物損壊罪なんですね。これに関してはかなり長い議論があって何度も特に動物の愛護管理法を作るときとかですねあって、まあ、だんだんと、動物も命あるもの苦痛を感じるものというあたりは来ているんですけど、法律解釈とするとものになるので、器物損壊罪です。過失傷害罪、遺棄罪、逃亡援助罪、これはいずれも、人を対象とした時の、罪状です。罪です。刑罰になります。殺権罪というのはありません。私が勝手に作った言葉で、多分この辺で問題になるとすると虐待、動物の虐待に関する罪が結構適用されてくるかもしれません。それは、動物の愛護と管理に関する法律の、ところに書かれている。次、これもちょっと分かりにくいんですけれども、自由刑という刑罰があります。行政罰、財産罰のほかにこの自由刑というのがあってですね、刑罰に。でこれは、自由に振る舞えということではなくて、罪人の自由を、奪い取るという、刑罰です。だから不自由刑の方がよっぽど理解しやすいと思うんですけど、なぜか裁判官というか法律家は、これに対して自由刑、したがって自由刑というのは、不自由に、拘束する刑なので、死刑は極刑ですから、罰金刑は財産刑ですね。没収もそうです。過料もそうで、ここでは、禁錮刑になります。拘留、禁錮、懲役というのはいずれも自由を奪う自由刑に相当します。次も専門用語で不可刑。刑罰にはですね、主刑、メインになるやつと、メインになった刑罰に付加してつけて、併加するという方法があります。で、追加というか主刑に対して、追加でつけられる刑というのが、付加刑になります。過料、過料、これ2つあって、どちらも、罰金刑なんですけど、またそのうち出てくる失礼、一番の過料は、過ち料と呼びます。金額に関わらず、過ちの方が刑罰としては罰金よりも軽い、罰金刑、2番目の過料、そして1番目の過料という感じですけれども、まあ、金額にかかわらず、過料が過ちに対しての、財産罰であるということから、これは前科がつきません。しかし、過料罰金の方は、金の遺憾に関わらず前科がついてしまうという違いがあります。で、没収、押収と没収の違いというのもよく尋ねられたんですけど、押収というのは、訴訟に入った時に証拠物件を集めるために、乗り込んでいって、証拠を押さえることが押収です。でその時に、いろいろなものを持ってくるんですけれども、そのうち、判決が下りてですね、有罪になって、その時に押収したものの中で、例えば、麻薬とか拳銃とかですね、そういうものについては、不可刑として没収がつきます。でこう没収されると、国庫に入って戻ってきません。押収されたものは、かなりのものは、裁判の判決が終わってから戻ってきます。だから不可刑として没収をつけられると、そこで押収されたものは、国庫に行って、本人には戻らないと。そうでないものは、押収されたけれども回収して戻ってくるということの違いがあります。
交流は不可欠にならないですね。これは主刑の方です。次、併合罪。これもまた難しいんですけど、一つの犯罪について二つ以上の、刑罰をもらうことがあります。で、その時、懲役、有期懲役は普通20年が最高なんですけど、併合罪という形で、一つ以上の、罪状で、刑をもらうときには、1.5 倍、伸びるというルールがあります。まあ、したがって、併合罪を含めて最も長い有期の無期の懲役ではなくて、有期の懲役の期間は何年以下かというと20年かける 1.5 なので、4番の30年というのが正解で、これは当分法律が変わらない限り、懲役刑についてのこの解釈は変わらないので、30年というのは覚えておいてください。ちなみに、我々獣医師が、懲役刑を食らうと、罰金刑以上を食らった場合には、いずれ獣医師法でやりますけれども、国家試験前であれば国家試験の資格を失います。獣医のすでに免許をもらっていれば、刑によって、結核自由といいます、第5条に書いてありますけれども、免許剥奪、あるいは、免許停止という、行政罰を受けるということを覚えておいてください。まあ、20年か併合罪で30年もらったら、もうほぼ無理ですね。執行されている期間30年は、監獄に入っていなきゃならなくて、実際にはそれが終わって5年間は、執行されて勤め上げたとしても、刑罰の解除ゼロにはならないので、35年勤めた後、やっと、免許を再申請できるという格好になるので、ほとんど、このマックスでもらうと終わりますし、無期懲役でもらうと刑が執行されるまではずっと拘留されて、期限が決まったとこから始まるので、どこまで伸びるかは分からないという格好です。今の答え合わせで私6代以上できましたっていう人はちょっと手を挙げてみてくれませんか。はい、半分くらいか。1回目としては、この調子で、やっていきますから、そう理解してください。あと、そうですね。